函館の温泉に浸かっている猿は全国的に有名になりました。猿はもともと水は嫌いです。しかしここの植物園のように温泉施設があると様子はガラリと変わります。温泉に入りすぎると皮膚が夏到来と錯覚を起こして冬毛が抜けてしまうというリスクがあります。寒い冬の間に冬毛がなくなり裸同然になる猿も出てきて、お客さんは病気なのではないかと心配します。